サラバーの友人がいらんことを言っちゃってるんですね。サラバーさんにとったらいらんこと言うなよとなりかねない話だなと。 TBS からこんな記事が出てます。手を握ってまたねと上皇后美智子様と面会した編集者末森さんが語る近況。今月右足を骨折し手術を受けられた上皇后様とつい最近面会した女性がいますと。本の編集を通して30年以上の交流がある。その女性が上皇后様の近況を語ってくれましたと。すごい貴重な発言なんですけど、この方ね、失言多いんですよ。見て子にとったら喋りすぎやぞっていう感情のことを言うですね。この人の記事は注目するべきかなと思いますね。ポロッと漏らしてるんですよ。結構なことを。今日午後、旧家族の親睦団体、霞会館のあるビルを訪問された上皇后夫妻と、上皇后様の卒業を祝う音楽会に出席されました。異例の事態ですよね。さすがにおかしいでしょ。演奏会に出席するのはあまりにも異様ですね。大腿骨骨折は高齢者にとっては深刻な負傷ですよ。回復には通常長期間の入院とか継続的なリハビリが不可欠じゃないですか。一般的には退院後も安静が推奨される時期ですよ。外出しての演奏会参加って一般的な医学的指導に反する声でもみなされかねないし、よく医者が許したなって思うんですよ。多分医者許してないんじゃないですかって思いますけどね。勝手に言ってるんじゃないのかなと思いますね。だって医者許すと思います？これ普通の医者なら感染しといてくださいと、外出はしないでくださいと言うと思うんですけどね。外出されてまたボキッとおられたら困るんですよ。合併症じゃないですけど、さらなると二次被害、三次被害とか生みかねないですから、さすがに数ヶ月間は安静にしといてくださいという指示が出てると思うんですけどね。私もさすがに数ヶ月間は出てこないんじゃないのかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ早かったですね。退院からたった2週間前後で出てきたわけですよ。あまりにも早いですよね。あんだけ治療の必要性が強調されてたじゃないですか。重症ですみたいな感じのニュース速報を流してたじゃないですか。あの続報群何だったんですかと。しかも皮肉なことにこの外出も速報って出されて、何のための速報なのかなって思ったわけですね。速報は本来緊急性が高い国民が早く知りたいという事柄に対して使うのが速報でしょ。大したこともない骨折をバンバン取り上げておかしいんじゃないですかって思いますけどね。不信感を感じましたね。多くの国民は普通入院中だったら外出制限守ってるわけですよ。特権階級だからこそなせる技なんじゃないのかなって思いますね。で、あまりにも警備がつくし、リハビリの理学療法士もつくし、サポーターの方もついているし、こんなことは皇族にしかできない技なんですよ。リハビリ最中に外出するのは、ね、これまた美談化して早い回復のためにリハビリ中なんだけども、外出に行ったみたいなね。これは早く回復したいから、上皇様をお支えしたいから、実現したんですみたいな感じで書かれるかもしれませんけど、おかしいですからね、やってることは。今は医療的な配慮が優先されるべき状況ですから、特段何かね、限りは病院ぐらいにしか行かない方がいいと思いますけども、私的な外出が行われたですね。これは治療に対しても舐めてるなって感じましたね。治療に対する姿勢も歪んでるなと思ったし、こういう疑惑は巻き起こりかねないなって思ったんですけど、1時間の演奏会長いじゃないですか、高齢者の方々にとったらね。90歳のですよ。90歳の方が長時間の演奏会に出席できる様子、これが報道されてしまえば、そもそも骨折はしてないんじゃないかと思われてしまうでしょうし、もしくはしてたとしても軽症なんじゃないんですかって疑念を抱く人も増えてしまうんじゃないのかなと思いますね。わざわざ退院急いで行ったじゃないですか、今回の演奏会に関しては。骨折は本当かなとか嘘なんじゃないんですかとか思い浮かべちゃいますよね。ハテルマークが思い浮かんできました。最初はさすがにしてるんじゃないんですかって思ってたんですけど、そこを嘘ついて演技してやるとまでは思ってなかったんです。さすがに骨折してるんじゃないですかと、あんだけ巻き込んでますから人ねと思ってましたけど、こんな風にね垂れるとね、それも疑わしくなってくるんですよね。本当にしてたのかなって
持ってきましたよ。ここまで、ね、異例の速さで開始されるとね。もしくはめちゃくちゃ警備だったんでしょうね。それをあんな風に即応させてね。なんですか。たまには心配なさっている国民の方もいらっしゃると思うんですよ。そんな国民のことはバカにしてますよね。これね。大丈夫なんかい。税金も大量の支援スタッフとか警備などもかなり投入されてると思いますよ。そんな中で行っちゃうとは良くないんじゃないですかね。この末盛さんがまだ言ってるんです。この上皇后様と先週24日面会した人がいますと、上皇后様の著書の出版を長年手掛けてきた末盛さんですと、誰とアポイントメント取ったら面会が実現するんでしょうね。末盛さん側から行かないんじゃないですかね。水戸子さんが会いたいとか言ったんじゃないですかね。末盛さん、車椅子2台ですからね、と。本当にね、と。でも思ったより、お元気そうでしたねって言ってるんですよ。あらあら、いらんこと言っちゃったら、今、すごい疑われてるんですよ。本当に骨折したんかと。してないでしょうとかね。めちゃめちゃ軽かったんでしょうとか。普通は重い怪我なんですよ。大腿骨骨折、回復には長期間のリハビリと安静が必要とされるわけですよ。そのような状態にもかかわらずね。思ったよりお元気そうでしたね。ポロッとメディアに、ね、言葉選ばずに言っちゃうんでしょうね。この人に悪気はないと思いますけど、言っちゃったねって。と。疑惑が深まってしまうんじゃないかな。普通は重症なんですから、大腿骨骨折ですよ。しかも90歳ですよ。本当に重症なわけですよ。普通ならばね、回復に相当の時間もかかるでしょう。一般的ではないですよ。2週間ぐらいしか経ってないわけですよね。もう見て子にとったら日常生活に戻ってるようなもんですよ。車椅子に乗ってるかもしれませんけども、車椅子もそろそろやめるんじゃないですか。歩く姿をお見せになるんじゃないですかって思ったりしますけど、車椅子の映像も撮らせてないですよね。その辺も怪しいですけどね。これは、みてこさんの美意識によるものなのかもしれませんけども、みてこさんって杖使わないですし、車椅子さん絶対見せないと思うんですよね。車から降りる姿も見せなかったっていう、過去にはバラされてるわけですね。そういうところから見せないんでしょうけども、そこまで深刻ではなかったのか、もしくはやってないのか、どっちかなんでしょうね。それだったら、驚き仰天の助ですけどね。延期像って、様子を示唆する発言っていう不信感を与える可能性があるんじゃないのかなと。そこは選ぶべきだったんでしょうねとは思うんですけど、パッと言っちゃったんでしょうね。おいおいおい、言い過ぎやぞ。みてこさんにとったらですけど。僕らにとったら、あ、なるほど。大したことないんかと。本当にしたが怪しいんですよ。末盛さんが骨折のいきさつを聞くとと、末盛さんと、ご自分でどうしてあんなところに転んだのかわからないって言ってらしたので、と。段差とかじゃないんでしょうね。平場とかでボーンって焦げたんじゃないですかね。段差とかだったら大したことありそうですけど、そういうところもあるかね。で、何かいろんな痛みがあるか、ね、どれがどれだかわからないようなことを言ってらっしゃった。これもおかしいですよ。いろんな痛みがどれがどれかわからないぐらいの症状なんでしょうね。普通に考えて大腿骨骨折なんて。激痛だと思うんですけどね。だから、どこを痛いかは分かると思うんですけどね。ご冗談で言われてるのかもしれませんけども、ご冗談には聞こえないので、激痛を他も一緒ですよみたいなことを言われてるのは、大したことない痛みなのかなって感じちゃいますよね。またいらんことを言われてるわけですよ。こっちにとったらバレたバレたっていうとこですけどね。で、手術からわずか5日で退院された上皇后様と、病院での生活についてと、ここが、すごいね。びっくりした発言をしてるんですね。喋りすぎなんですよ。ちょっとね、ダメですよ。みてこさんにとったらね、余計な一言どころか余計な3言ぐらい言ってるわけですよ。末盛さんがこう言ったと。やっぱり病院はちょっと寂しいのよねっておっしゃって、それ理由ってわけですよね。あはは、言っちゃったね。寂しいから退院したんですよね。寂しいとは思いますけど、寂しくて、退院できる人が世の中にどれぐらいいるのかな、ほとんどいないんじゃないのかなって思うんですよ。普通は重大な負傷です。数週間から数ヶ月の入院が必要なんです。それを5日で退院なさってるんです。おかしいです。この時点で骨が結合するまでは継続的なリハビリや関節が求められるので、医療機関での慎重な治療が必要なんです。もしそれをされなければかなり負担がかかってくるわけで、医療体制も整えなければいけないわけですよ。自宅でされるってなれば
かなり早期に退院されてるわけですから、ものすごい自宅で整備しなければいけない状況ですよね。それが整ったから退院できたんですよね。仙洞御所での準備がすごいされたんじゃないんですかね。リハビリ器具をいろいろされたり、車とか車椅子とか、それに付随する職員さん、理学療法士の方で、お医者さんとか呼んでるんじゃないのかなと、宮内庁病院で定期研修も受けられるようですし、ものすごいお金かかると思うんですよね。それやってるんですよ。寂しいとか言わなければ、普通に入院してたらかからない費用なんですよ。病院だったら、わりかし抑えられてたんじゃないのかな。それでも高いと思いますけど、VIP 室ですからね。VIP 室の何が寂しいんですかと、何が不満なんですか。寂しい言うて退院するって、ちょっとおかしくないですか。お医者さんにとっても困った話ですよ。寂しいとか言われましたもん。しきりに美子さんがアピールしてたじゃないですか。早く退院したい、早く退院したいと言うんですよね。上皇様をお支えしないといけないみたいな、上皇様理由付けにされてましたけども、結局本当の理由はね、寂しいからってわけでしょ。寂しいで帰れるんですね。我々とは違うなって思いましたね。経済的にも通常の市民とはかけ離れた特権的な対応が、ね、行われてるんだなって感じましたね。これは共感得づらいと思いますよ。多くの人が家族と離れて必要な治療に専念してるわけじゃないですか。経済的な理由もそうですし、ほとんどそうですよ。ありえないですよ。構造的にも無理だと思いますし、経済的にも厳しいと思いますし、普通は無理なんですよ。それをわがまま通して寂しいからっつって帰るのは、それは無理ありますやん。あらあらあら、あらっしゃいましたね。ここまで来ると余計な一言暴露になってるわけですね。もう喋りすぎです。そうかって思うんですけどね。以上です。それでは皆様ご一緒に近しお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。